全日本 GT 選手権は1994年から2004年にかけて行われた自動車レースの一カテゴリーでスーパー GT の前身である。参戦、車両1993年より全日本 GT 選手権レースとして開催され、1994年に全日本 GT 選手権に名称が変更された。年間数レースを日本を中心に海外でも開催し、 参加チーム、ドライバーはその成績ごとにポイントを獲得し、その年間トータルのポイントでシリーズチャンピオンを決定する。当時ルマン24時間レース等で主流になりつつあった GT 車両によるレースで市販4輪車に改造を施した車両のレースであり、ルマン24時間などのレギュレーションを参考に始まったものが日本独自のカテゴリーに変化していった。 初年度の1993年は、日本自動車連盟の絵の3規定で開催されたものの、エントリーした車は2台のみで、レースも全9戦中4戦のみ開催だった。それでもレース成立条件が、出走2台以上、シリーズ成立条件が全3戦以上開催と緩かったため、シリーズは成立し、影山雅彦がチャンピオンに輝いた。 シリーズチャンピオンを獲得した翌年には GT500 は1、GT300 は0のカーナンバーを付けることができる。シリーズの海外進出も行われ、2000年よりマレーシアのセッパンサーキットでレースを開催したほか、2004年にはアメリカでもオールスター戦を開催した。2005年より国際シリーズ化したことから JAF の管轄化から離れ、 全日本選手権がかけられなくなり、名称もスーパー GT へ変更された。ウェイトハンデを示す、重り型の 10kg ステッカー2つのクラスが設置されていた。1995年までは GT1 と GT2 と呼ばれていたが、1996年以降は、それぞれ GT500 クラスと GT300 クラスと名前が改められた。GT500 クラスは、 JGTC のトップクラスで約 500PS の車両で争われる。このクラスの車両は富士スピードウェイや鈴鹿サーキットなど長い直線を持つコースでは最高速度が約時速 300km に迫り国際的にも注目された。参加チームの多くは国内外で活躍し国際的にも通用するレーシングチームや自動車メーカーによるワークス活動が盛んであった。 GT300 クラスは約 300PS の車両で争われる。このクラスはパワーが低い分、改造箇所が少なく済むため、有力なプライベートチームが参加し、車両間の格差も少なく、常に激しいレース展開を見せていた。初期の頃は、グループ B 規定やインスタシリーズ、JSS 等の車両が参戦していた時期もあった。予選、決勝の上位成績マシンには、 重りの搭載を課すことによって同クラス内の全マシンの実力の拮抗を図っていた。上位成績を重ねるごとにウェイトハンデも増す。規定のため当然ながら勝ち続けることは困難なシステムだった。参加車両の競争力を均衡させるためレギュレーションの改正が頻繁に行われた。そのため海外メーカーの車両が 継続的に参戦することは難しく、国内メーカーのためのレースとなってしまった。その傾向は特に GT500 クラスで顕著で、今までの日本のツーリングカーレースと同様に、参加メーカーの減少、車種の減少、プライベートチームの参加が困難になるといった弊害が出た。参戦の噂があったり、参戦準備がなされていたものの参戦、そのものが頓挫した車両の中には、 マツダコスモ、三菱、GTO、アルピーヌ A610、TVR、グリフィス、フェラーリ F40LM、で、トマソ・バンテーラ、サード MC8R などの名があった。2005年以降の参戦者種は、スーパー GT の項を参照。1993年まで行われていた全日本、ツーリングカー選手権に参戦していた、スカイライン GT-R が、 参戦できるカテゴリーを失ったために設立されたという話がある。参加車両は GT1 クラスがスカイライン GT-R、GT2 クラスがシルビアと各クラス1台ずつのみであった。ジャパンスーパースポーツセダンレースと混装であったが4戦中1戦は参加車両不足で不成立となった。義務ではないため GT500 クラスは一応必然的につけているが、 GT300 クラスで例をつけるケースは少ない。なお、スーパー GT も同様で2006から2011年において GT300 クラスで例をつけるケースは見られていない。2012年に前年チャンピオンの g s r s t u d y w i z t h e a m u o が例を使用している。この問題は後のスーパー GT においても継続している。ありがとうございます。